自転車専用通行帯の設置例。本校では、日本の自転車、軽車両事情について外観する。教法14年、正田門谷が足踏み式四輪車の陸戦車を製作した。陸戦車は、踏み車と歯車の原理を応用した機構で推進した。教法17年、平石旧平寺事項が足踏み式三輪車の新西陸船車を製作した。新成陸船車は、 足踏みクランクで推進した。日本に自転車が初めて持ち込まれたのは、慶応年間で未小型であったと推定されているが、ほとんど記録がなく、詳細は不明である。この形式は、イギリスで、ボーンシェーカーとも呼ばれた。1980年代頃までは1870年に持ち込まれたとの説が定説とされてきた。日本での自転車政策も、 明治維新前後には始まっていたものと見られている。からくりギエモンの異名を持つ田中久しえが、1868年頃、自転車を製造したとの記録が残っている。ただし、現物や本人による記録が伝わっていないため、久しえによる製造の真偽は定かでない。初期の日本国産自転車の製造には、車大工や鉄砲炭屋の技術が活かされた。1870年。 東京、南八丁堀五丁目の竹内虎次郎という彫刻職人が自転車と名付けた三輪の車について4月29日付の願書で東京府に製造・販売の許可を求めた。この願書は自転車という言葉の最古の使用例とされ東京都公文書館に保存されている交互不治類遺産船社の部という文書綴りに収められている。 東京府の担当官による実地運転を経て5月に許可が下り7月には日本初の自転車取締り規則が制定された1872年横浜元町で防音シェーカー型木製自転車を作った貸し自転車業者が自ら東京横浜間を6時間で走ったとの記録があるこれは日本における貸し自転車と自転車の走行に 関する最古の記録と考えられる。1876年、福島県伊達郡八村の初代鈴木三元が三元車という全二輪の三輪自転車を開発した。その後も改良を重ね、一応の完成を見た1881年、第二海内国官業博覧会に出品している。三元車は日本に現存する最古の国産自転車であるとされる。 トヨタ産業技術記念館に収蔵されている初期型のカズトノリ三元車が2009年9月三元の地元小売町で初めて一般公開された三元車は部品の材質が異なるものの1879年ヨーロッパで発明されたシンガーとライシクルによく似た機構を有している現在の自転車の原型である安全型自転車が 出来上がったのは1885年で、この時期に日本への輸入も始まっている。国産化も早く進み、宮田製住所が国産第一号を製作したのは1890年である。初期の自転車は高価な遊び道具であった。特にペニーファージングが主流であった頃、庶民の間では貸し自転車を利用することが流行し、たびたび危険な運転が批判された。 所有できるのは長らく富裕層に限られた。1898年11月、東京、上野市のバズのほとりで開かれた、内外連合自転車競争運動会を皮切りとして、自転車競技大会も開かれ、大変な人気を集めたという。当時一般的であった、ダイヤモンドフレームの自転車は、スカートなどで乗るのに適さなかったため、自転車は、男性の乗り物とされていた。 しかし大正期からは富裕層の婦人による自転車クラブも結成されるなどし、女性の社会進出の象徴となった。はじめ日本の自転車市場はアメリカからの輸入車が大部分を占めていたが、明治末期になるとイギリス車が急増した。この後第一次世界大戦により輸入が途絶えたことをきっかけに国産化が急激に進んだ。この時企画や形式の大部分で、 イギリスのロードスターを元にしたが、米一票程度の小型荷物の運搬用途や日本人の体格を考慮したことで一つの様式が確立し日本独特の実用車が現れた。この頃の日本の道路は自動車の走行に適してはいないため運搬に自転車が使われ自転車で運べない大きな荷物は荷車で運ばれることが多かった。まだ自転車の価格が 大学所人給を上回り、家財、耐久消費財といった位置ではあるものの、庶民の手にも入るようになり、1960年代半ば頃まで、実用車は日本の自転車の主流であり続けた。第二次世界大戦後、自転車が普及していくと、代わりにそのステータスシンボルとしての地位を自動車が占めるようになった。その後、高度成長期には、日本の自転車輸出量は、 世界一となり、世界中で日本製の自転車が乗られていた。現在では、縁が強くなったことで自転車の輸出は激減した。今日では中華人民共和国製を主とした外国製自転車が日本の市場に多数で回っている。自転車という名称の使用は1870年にまで遡ることができる。この言葉が定着するまでには、西洋車、一人車、 自在車自輪車のっきり車といった名称が錦絵などに残っている。日本語では漢字、和に自転車を表す用法がある。自転車自体を指す、銀輪総輪のほか駐輪場、和解などといった用例がある。1893年には自転車クラブ、日本輪友会が発足し、1896年に発行された渡辺修二郎著 自転車術という解説書では、自転車を和と呼び、いくつかの関連用語の日本語訳にこの字を使っている。俗語で、チャリンコと呼ばれることがある。語源は、諸説ありはっきりしない。省略した、チャリという形で使われることもあり、他の語と結びつく造語要素ともなる。チャリンコや、その派生語は、愛称として、親しみを込めて使う人がいる一方で、 日本の自転車メーカーの技術者はこれらの言葉を嫌い、愛好家には自転車に対する最大級の不別と見下し、互換が嫌などとして忌避、拒否する人も存在する。チャリンコとは戦前にはスリや無線飲食を意味する俗語であった。手塚治虫の漫画アドルフに次ぐではメインキャラクターの一人、アドルフ・カウフマンが友人のアドルフ・カミルにそそのかされ、 チャリンコと称して、かき氷を食い逃げする場面がある。愛知県、岐阜県、三重県では、ケった、ケったマシーンと呼ばれている。これらのほか自転庫、ワッパなどと呼ぶ例もある。バイクは、日本語ではモーターサイクルを指す、外来語だがこれは日本語に限る用法であり、英語でバイクは自転車をはじめとした二輪の車両全般を指す。日本でも、 車種や関連用品の名称に使われ、特に愛好家などが、スポーツ自転車をバイクと呼ぶことがある。道路交通法では、1978年改正で、ペダルまたはハンドクランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助者等及び小児用の車以外のものを言うと、定義され、軽車用、車両、 車両等に含まれる。道路交通法の定義により、業務上過失障害罪、重過失障害罪などの構想事実には、現代の日本国内では、比較的見かける機会の少ない手小ぎ式自転車や四輪自転車、三輪自転車と区別するため、二輪の足踏み式自転車を運転しなどと表記される。道路標識、道路表示における自転車は、普通自転車の略称である。 日本工業企画ジス d 九千百十一二千十では自転車とはペダルまたはハンドクランクを用い主に乗員の人力で駆動、操縦されかつ駆動車輪を持ち地上を走行する車両を言うと定義される同規格の以前の版では乗員の運転操作により人力で駆動され走行する車両とした上で十分な強度の車体構造複数の車輪 乗員の座席装置、駆動、操だ制動の諸装置を備え、持つことを要件としていた。道路交通法上、サイドカー、またはサイクルトレーラー付きのものを除き、二輪、三輪の自転車、および普通自転車サイズ以下の四輪自転車を押して、歩いているものはみなし歩行者として扱われる。このため歩道や路側帯を通行でき、かつ原則として通行する必要がある。 自転車は車道の左側を走行することが原則として定められているが、車道が危険なためにやむを得ない場合、普通自転車に限って歩道の通行も認められている。このほか自転車の通行空間としては、道路法令に定められた各種の専用道路、道路の部分、道路交通法に定められた交通規制によるものがある。これらについては根拠となる法律によって、 通行できる自転車や通行方法について違いが見られる。1970年以降、自転車の歩道通行が条件付きで認められている。自転車の歩道通行を認めた国は、ノルウェーを除き、諸外国には見られず、得意な政策であると言える。2018年現在、国の交通対策本部は、自転車安全利用語足を定めている。道路交通法では、 自転車は他の車両と同様に歩道、路側帯と車道の区別のある道路での車道通行、車道においての左側通行が義務付けられている。車両通行帯のない道路では自転車を含む軽車両は原則として道路の左側端を通行する。車両通行帯の設けられた道路では原則として軽車両は最も左側の通行帯を通行する。ただし、 車両通行帯に関する規定についてはいくつかの問題がある。左折レーン、直進レーンなどが設置してある交差点でもどちらに進むかに関係なく原則として最も左側の通行帯を通行しなければならない。車道の左端に道路標識及び道路表示、または区画線により設置されている車両通行帯である。これは 正式には普通自転車専用通行帯という。あるいは、車両通行帯に満たない、路肩部分を、路面表示により通行誘導しているものも存在する。いずれも、遠石または柵により区画された自転車道とは異なる。通行方法は、普通自転車専用通行帯を参照。ここでは、遠石または柵により区画された自転車道のうち、道路構造例、第条、 第2号及び道路交通法、第2条第1項第3号の3に規定する、遠赤線または作その他これに類する、工作物により区画して設けられる道路の部分を指して言う。通行方法は、自転車道競技の自転車道を参照。道路の左端に、道路表示、または区画線により設置されている部分であって、歩道のない道路、または、 道路の歩道のない側の左端に設置されたものである。なお、普通自転車専用通行帯は、通例、歩道のある道路、または道路の歩道のある側に限り設置されるため、路側帯との混同は、法令上は起こらない。通行方法は、路側帯を参照。普通自転車は一定の要件により、歩道を通行できる。なお、普通自転車に該当しない自転車。 軽車両は、歩道の通行は認められない。通行方法は、普通自転車歩道通行の要件及び、普通自転車通行指定部分を参照。日本の法令上、自転車道という用語は、自転車道の整備等に関する法律に見られるように、道路法令に定められた、専用道路や、道路の部分の総称として、講義で使われる場合と、道路構造例。 道路交通法に言う道路の部分を指す協議で使われる場合がある。保安部品等に当たるものとして一家が挙げられる。公安委員会規則については都道府県によってないように違いがある場合がある。ここには代表的と思われる規定を例示した。なお規格について法令等に規定はなく一般的に手動のベルが使われる。ちなみに自動車運転者に対して 注意を促す効果は、ほぼない。微灯は、事故の反射機材を備える場合には不要である。なお自動車と違い、障害物認識のための全消灯と、事故の存在を他者に認識させるための等価の区別は、ない。京都府警による2016年の京都市内での、調査によると、日没後のライト仕様は75.6%に、とどまり、4台に1台が無等価だったとのことである。 全校の通り、微灯と反射機材は、どちらか一方があればよい。通勤、通学に利用されるほか、日常の買い物などに利用される。通勤、通学の場合、自宅から駅までという利用も多く、放置自転車の問題も起こっている。このほか、地域によっては、新聞配達、郵便配達、自転車便、卸売市場関係者、商店、警察官などで、 職業上の利用もある。駐車違反の取締り強化により、電動アシスト自転車を利用する運送業者も現れている。1961年のスポーツ振興法では主に、健康面から自転車旅行イコール振興法第10条が奨励され、自転車道の整備等に関する法律により、地方自治体が河川沿いなどに自転車道を建設している。 公共交通機関で移動する際、自転車を分解し、専用の袋に入れて運ぶことを和行と呼ぶ。この和行の方法によらず、自転車をそのまま鉄道車両に持ち込むことを認めるサービスをサイクルトレインという。この他大和運輸が日本サイクリング協会と提携し、サイクリング大和便という制度を運用している。扱いはトラック便の一種である、 山和びになり、一律 60kg 相当の扱いとなる。日本サイクリング協会によれば、日本全国の自転車の保有台数は7000万から8000万台で、うち約3000万台が日常的に利用されていると推定している。自転車は運転免許不要で身近な乗り物であるが、問題も発生している。日本における主な問題には次のようなものがある。 次に過剰書きで挙げた問題については、それぞれの項目に譲る。全消灯の不良、後部リフレクタの損傷や欠損、タイヤの空気圧不足、ブレーキの利きの悪い状態の放置といった整備不良がある。スポーツ車では、全消灯や微灯の未装備などの事例が見られる。2007年前後から流行し出した両輪、または片方の車輪にブレーキを装備しないトラックレーサーが、 本来認められない行動を走っていることが問題となっている。自転車には車検制度がないが自転車安全整備制度があり、付帯する保険の期限が1年となっていることで定期的な点検を促している。一般的に自転車の取扱説明書には初期点検と定期点検を奨励する文言がある。一方、低品質な自転車も問題になっている。 1990年代以降量販店をはじめ、一般的な自転車店でも売られるようになった低価格な輸入製品の中には、ジスをはじめとした日本国内の安全基準に適合しないものもある。これは輸入品に関しては輸出国の安全基準を満たしていれば、日本国内で販売できることによる。外見は国内の規格に適合した製品と変わらないため、 こうした安価な製品が消費者に選ばれる傾向にある。自転車業界は基準を満たさない製品の販売を禁止する PSC 制度を自転車にも適用するよう申し入れているが対象にならなかったため業界の自主的な安全基準、自転車協会認証を導入した。自転車の違反行為に対しては自動車等と同じく罰則規定が適用されることになっている。 しかし、自転車利用者の違反行為に対する処分は、自動車等の一般的な反則を対象とする、いわゆる交通反則通告制度ではなく、即時、刑事手続きの下で進められることになるので実際の適用件数は少ない。警察庁は2006年4月、交通安全対策推進プログラムを策定し、 悪質自転車対策として、自転車利用者による交通違反の指導取締まりの強化を打ち出し、酒酔い運転、信号無視、一時不停止、無投下等の悪質、危険な違反については、積極的に検挙するとした。同月13日には、通達、自転車利用者に対する交通指導取締まりの強化についてを出した。 警察庁のまとめによると、2007年1月から9月までに、摘発された人数は599人に上り、前年1年間の585人を上回り、4年前の約5倍に当たる。警察官による指導、警告は2007年1月から9月までの期間で134万件、2006年は145万件であった。警察では違反した自転車利用者に対して、 まず指導、警告をし、従わない場合摘発をすることとしている。京都府警察は2011年12月以降、信号無視や飲酒運転など、自転車での交通違反でも特に悪質なものに対し、赤ニップを発行することとしている。以下本説において、条文番号は、断りのない限り道路交通法のものであり、罰金または、過料を単に罰金と表記する。 歩行者との圧力、事故自転車対歩行者の事故は1995年の563件から2005年の2576件と、10年間で約4.6倍に急増している。2013年1月には、自転車で事故を起こし、相手を負傷させたまま逃げたとして、道路交通法違反容疑での逮捕者が出ている。大阪市北区の天神橋筋商店街では、 人通りの増加に伴い、自転車と歩行者との接触事故が多発するようになったことから、商店街側が自転車の通行規制を大阪府警察に要望。これを受け道府警は、2014年1月31日以降に、天満駅南側において、時間帯を区切っての自転車の通行規制を実施することになった。安全確認の不徹底交差点などで、 安全確認を怠ったり一時停止を無視したりすること、さらには信号無視なども多く見られる。自転車事故は72.7%が交差点付近で発生し、特に信号機のない交差点での自動車との出会い頭事故、信号機のある交差点での自動車とのうさせつじの事故が多くを占める。2009年に起こった自転車事故のうち、自転車側に 法令違反があった割合は3分の2を占め死亡事故に限ると4分の3近くに上る。また、警察庁の資料によると自転車側が第一当事者である事故は15.4%平成24年7月発行である。自転車側に信号無視などの原因がある場合自動車等との間で起こった事故であっても裁判で自動車等の運転者の責任が 不問になる例がある。2003年12月に大阪府大東市の交差点で自転車を跳ねて重傷を負わせたとして業務上過失致傷に問われた二輪車の男性に対し2006年12月大阪高等裁判所は罰金8万円とした平方かに裁判所の一審判決を吐き逆転無罪の判決を言い渡した。判決は自転車の男性は 交差点を渡り終えた直後、右折先の道路が赤信号であったのに突然右折を始めたため、右から追い越そうとした二輪車の男性がこれを避けるのは不可能だったとして、二輪車側の注意義務を否定した。2007年1月に大阪府根谷川市の交差点で赤信号虫の自転車を跳ねて、乗っていた少年に重傷を負わせたとされたトラック運転手に対し、 同年10月開かた理裁判所は罰金10万円の休刑をしりぞけ無罪を言い渡した。無投下自転車の全消灯は従来車輪の回転を利用した発電機を電源とすることが多かった。この方式では点灯時は消灯時に比べ肉体的負担が増す。日本発電ランプ工業会の調査によるとランプ装着率は100%に近いものの 点灯率は25から27%であるという。2000年代半ば頃以降、高輝度で省電力の LED ランプが安価になり、一般用自転車、スポーツ自転車双方で普及しつつある。一般用自転車を中心に走行時の抵抗が、ほとんどないハブダイナムを電源とするものも現れている。無灯化走行は対抗する自動車等に視認されにくい、だけでなく、歩行者や、 他の自転車などへの脅威となり、事故の一因となっている。無投下運転は、投下の転倒義務違反であり、5万円以下の罰金が課される。二人乗り、定員外乗車二人乗り自転車の定員は、通常一人である。二人乗りは、第55条の規定に違反する、定員外乗車であり、5万円以下の罰金が課される。16歳以上の者が、 幼児用,用座席を取り付けた自転車に6歳未満の幼児1人を乗車させる場合などの例外が都道府県ごとに公安委員会規則により定められている。3人乗りは16歳以上の者が幼児用座席に幼児を1人乗車させ、幼児1人を紐等で確実に背負う場合に限り一部の公安委員会で例外的に認められていた。しかし都市部の幼稚園や 保育施設の周辺などでは本来認められない幼児用座席を2つ取り付けた3人乗りが日常的に見られる光景となっている。警察はこうした3人乗りについて2008年春の交通の方法に関する教則改正に合わせて禁止行為であることを周知徹底する方針を明らかにしたが2009年7月幼児2人同乗用自転車の基準に適合した 自転車の使用を前提に解禁した。2007年の改正で新設され、2008年6月に施行された第63条の10では、自転車に乗車する用事、児童にヘルメットを着用させる努力義務を保護者に課している。ながら運転などこのほか携帯電話の使用や喫煙、犬の散歩をしながら、あるいは傘を差しながらといったながら、運転は自動車のながら、 運転と同様に安全運転義務違反になる場合があり、3月以下の懲役、または5万円以下の罰金が課される。追い越しの際の一時的な場合などを除き、返信は禁止されている。自転車をはじめとした、軽車両でも飲酒運転は禁じられており、酒酔い運転は自動車の場合と同じで5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課される。 自動車による幅寄せ自転車に対する自動車、オートバイの故意の幅寄せ等の妨害運転行為はその行為単独として暴行罪として立件される可能性があるほか妨害のため危険な方法で故意に走行中に幅寄せや割り込み等で著しく接近した場合は道路交通違反の罪に問われるまた著しく接近しその結果他人を死傷させた場合には 危険運転致死傷の罪に問われる。たとえ過失であっても、道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当し10万円以下の罰金に処される。これらの法律に反し、車道を走行中の自転車に自動車が意図的に幅寄せをしたり、安全上必要な速報間隔が取られていないことが多い。そのために接触事故となる場合もある。 例えば、2013年には、埼玉県で自動車が故意に幅寄せを行い、車道を走っていた自転車にぶつけ怪我をさせる事故が発生しており、危険運転致死傷罪の容疑で逮捕されている。追い越し時の速報通過時の安全な感覚について、道路交通法上では具体的な数値は規定されていないが、過去の判例から速報通過時の車両同士の感覚は、 おおむね1メートル以上を基準とし、道路の状況、車両の速度、車種等を考慮し、社会通念に応じて判断されるべきものとされる。自転車の背面から接近する場合は、最低でも1.5メートルは確保するのが望ましいと考えられる。道路における通行空間の未整備本来、自転車の通行空間は、車道の左側や自転車道とされている。しかし、 自転車道の整備延長は道路延長のわずか0.9%に過ぎない。急激なモータリゼーションにより、暴走自動車が市民を加害する事故が多発し、自動車による被害犠牲者が戦時中のような、大阪から1970年代には交通戦争と呼ばれ、この時に自転車も車両等でありながら歩道走行が容認される、要道路交通法が改定された。 自転車の安全確保のために自転車道や自転車レーンといった自転車専用の通行路が導入されることになったにもかかわらず空間の有限性や整備コストなどを理由に困難だとしてその整備は進んでない一方で普通自転車歩道を通行化の規制が多用されるようになったその総延長は2005年度末で6 8 9 9 2 6トルと 全歩道の44.2%を占める。自転車が車道を通行する場合、道路の福井や路面状態、電柱といった障害物などのほか、自動車の駐停車、パーキングメーターパーキングチケット発給機といった路上駐車施設の存在により自転車が安全に通行できる空間が確保されていないことが多い。また、自転車レーンでさえも自動車違法駐車が多発しており、 自転車安全走行環境確保のため警察による違法駐車取締り強化がなされている。2001年9月、埼玉県川口市の市道で自転車に乗った小学生が違法駐車車両を避けようとし対向車と衝突して死亡した。この小学生の母親が対向車と違法駐車車両の運転者を相手ドリソン外賠償を請求した裁判で2004年8月、 埼玉地方裁判所は対抗者だけでなく、違法駐車車両の運転者の損害賠償責任をも認める判決を言い渡した。違法駐車車両の駐車場所は、車道左側寄りであり、自転車の走行空間と重なり、事故の原因となることから、自転車乗りにとっては本当に深刻な問題であるにもかかわらず、軽視され状況が悪化していると指摘される。 車道における自転車レーンの不整備や、自動車の速度超過や煽り運転、幅寄せやすれすれを射抜き、事故を誘発する違法な路上駐車の蔓延もあり、現状では多数の自転車が歩道に追いやられている。歩道は自転車通行化の標識の有無にかかわらず、歩行者優先の助行であれば、通行化である。 歩道は主に歩行者のために作られ本来自転車の通行には適さないという構造的な問題があるにも、かかわらず自転車は歩道に追いやられており、法的に貯行義務と歩行者を優先するための一時停止義務が課されることから、自転車の自然な走行スピードの喪失を余儀なくされる。対自動車事故などの面から自転車は歩道通行した方が良いとの主張に対しては、米国、カナダのデータでは、 歩道通行の方が事故に遭う確率が数倍高いという結果があり、欧米ではこのような知見から自転車の歩道通行は自転車と車の衝突事故の重要な原因として禁止あるいは避けるように指導するのが一般的である。だが欧米と比べて自転車レーンの整備率が日本は極めて低く、また自転車の車道安全走行を阻害するすれすれを抜きや幅寄せ、 自動車違法駐車問題もあり、自転車が歩道に追いやられての走行が多数な現状がある。環境に優しく健康に良い交通手段との評価の、ある自転車が不明確な位置づけのもと適切な待遇を受けていないことは、日本の交通における課題となっている。自転車に対する規制ほぼ道路交通法の改正による。自転車運転講習2015年6月1日から、 以下の行為が危険行為に指定され、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられる。受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられる。免許制度導入の是非自転車の無秩序な通行と、それによる事故を解消するために、自転車にも免許制度を導入すべきだとの主張が時折見られる。しかし、 先進国で自転車を免許制にしている国はなく、国民総免許となり、処理と管理のための各種甘くなり、利権機関を増やすだけと合理性に疑問を唱える声も見られる。警察庁は2013年の道路交通法改正試案に対するパブリックコメント募集結果で自転車免許導入論に対して自転車が幼児や児童といった低年齢者や 自動車等の運転免許を受けていないもの自動車等を保有していないものにとって不可欠な移動手段となっていることや、自転車の運転方法が相当に変異で、一般的に走行速度も低いことなどを踏まえると、現時点で自転車に運転免許制度を導入することは適切ではないとの認識を示した。事故防止を目的とした交通安全教育の一環として、主に児童、 生徒を対象として自転車免許証を与える自治体、学校の実施例がある。これらはあくまでも交通安全教育の教材のようなものであって法的な根拠、拘束力はない。諸外国を見ても義務教育などで交通安全教育を充実させる取り組みはあっても免許制度などで自転車を取り締まろうという取り組みは見られない。これは自転車が 誰でも運転して良い車両であり、自動車は免許を受けた者以外は運転してはならない車両であるためである。自転車の運転自体には運転免許を必要としないが、自転車運転中に事故の原因となった危険行為を理由として、自動車の運転においても危険を引き起こす可能性があるとして、運転免許停止の処分となった例がある。 2012年5月奈良市の指導で後方を確認せず道路を横断し二輪車と衝突事故を起こし逃げたとして奈良県警察は同年11月20日この自転車を運転していた男性に150日間の自動車運転免許停止処分を課した。また自転車先進国と称えられる先進諸国では自転車免許制度は当然なされず 同行法のシンプル化や自転車が、同行法通り走りやすいような道路環境整備、自転車専用レーン、自転車専用信号のほか、自転車利用者が迷わないような路面表示や標識、等の設置、自動車運転手らも含めた自転車教育指導に力を入れている。このように、諸外国が採用しない自転車免許制度に頼らず、 自動車運転手らが車道の自転車を尊重するような教育が必要だという主張も見られる。自転車には自動車等における自動車損害賠償責任保険に当たる加入義務のある保険はない。自転車総合保険は1980年に登場したが2010年3月までに損害保険各社で販売が中止されている。背景には保険料の割に支払いが多く、 認知度が低く販売実績が少ないなどの事情がある。この結果自転車に特化した保険は団体向け販売のみになっている。こうした傾向に関連して全国交通事故遺族の会は自転車による人身事故を自賠責の対象とするよう提言している。しかし国土交通省は自転車の実際の利用台数が不明でどの程度の保険料とすればいいのか推計できない。 車検のような機械がなく保険料の徴収も困難、国民が受け入れるかどうか、など、消極的立場を取っている。自転車安全整備制度の TS マークには1982年4月以降、保険が付帯しているほか、日本サイクリング協会などの自転車関係団体には、海洋自転車団体保険の非保険者とするものがある。交通事故障害保険や普通障害保険、 家族障害保険、海外旅行保険など自転車に特化したものでない、一般に販売されている障害保険においては、種類によるが、自転車を用いたレジャーや、通勤・通学などの交通における対人及び、対物の障害に対する保障にも対応する保険商品がある。自動車保険にも、人身障害や、日常生活賠償特約など、自転車での事故に対応した契約がある。 自転車保険は法律上は加入義務はないが自治体によっては条例で加入が義務または努力義務となっているところがある。二千二十一年四月現在で義務化されているのは都道府県単位では山形県、宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、賀県京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 愛媛県、福岡県、鹿児島県、政令市では、仙台市、埼玉市、相模原市、静岡市、名古屋市、京都市、堺市、福岡市である。また、努力義務化されているのは、都道府県単位では、茨城県、群馬県、千葉県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、政令市では、千葉市、北九州市である。 地方条例で義務化、努力義務化される保険は、他人に対する賠償義務を担保する保険であり、自転車利用者の障害等を担保する保険ではない。自転車保険の名称で販売されている保険に限らず、火災保険、自動車保険、障害保険等の保険商品の特約や、クレジットカードに付帯される保険で、条例が要求する個人賠償責任を担保するものであれば、 加入義務に対応できる。自転車は放棄や行政の上で車両であるにもかかわらず歩行者に近い扱いを受けることが多い。自家用車と違って燃料の消費等を通じてその利用を把握しにくくかつ基本的な移動手段としての性格を有するために運輸行政上交通機関とみなされてこなかったとの指摘がある。このほか法令などの影響により 日本では普通自転車に該当しない特定の車種の自転車を目にする機会が諸外国に比べ少なくなっている。例えばタンデム車についてはサイクリングロード以外の行動での二人乗り総合が禁止されている場合が多かった。ただし2010年代以降徐々に都道府県別に解禁される自治体が相次いでおり2019年中までに47。 都道府県中27都道府県までが、タンデム社2人乗りの原則解禁、または条件付き解禁を行っている。ありがとうございます。